皆さんこんにちは。ということでね、本日もやっていきたいと思いますけども、非常にね嬉しいニュースというか、デトマーズ、先発ローテのね、6番目の最後のスポットに、正式に決定ということでね、話が出たということなので、いや良かったというか、まあそれをね望んでいましたけども、まあ、最近のね投球というかこの前の投球を見て、いけるんじゃないかっていうところでね、まあ望んでましたし、まあ他のね先発を補強できていないというところで、だったらまあデトマーズの方が、いいんじゃないかっていうのとね、育てていけばですね、まあ将来まあローテにねこうずっといるんであれば、まあそうやって育てた方がねチーム的にもいいんじゃないかっていうふうに思ってましたし、ただまあ大人の事情とかね、まあいろいろあるわけですよ、メジャーリーグはね。だからね、オープン戦でいい投球したから、まあ、かなり打ったからといってね、簡単にね残って、シーズンをね迎えられるっていうことではないので、どうかなとは思ってたんですけども、無事にね、決まったということなのでね、良かったかなと思います。いやー、ね、非常に、歓喜ですよね、今日は。という感じかなと思いますね。で、まあ今日ね、デトマーズ 3.2 イニングかな。投げまして5安打2失点6奪三振ということで、まあオープン戦はね、メジャーのオープン戦は2ゲームに登板、5.2 イニングピッチで11奪三振ということでね、すごいね三振が。でまあ今日もね良かったっちゃ良かったと思いますけども、ホームランまあ打たれたんですけどもね、まあでもあそこはスーさんが構えたとこよりね厳しいとこに行ってんですけど、うまく打たれたなっていう感じかなと思います。でまあその後はね、まあしょうがないとして2点目とかはね、でまあ変化球も良かったし、まあもちろんねカーブスライダーっていうのはいいのはねもう分かってるんですけども、なんかこのところストレートがいい感じがするなっていう感じで、まあこの前の登板からもね言ったと思うんですけども、ストレートが、結構、だからスピードが出て上がってるのかキレが増してるのかっていうのはちょっとねわからないんだけど、スピードガンがね今のところちょっと出てないので、なんでまあシーズンが始まればねスピードのね表示が出るので、それでわかると思うんですけども、なんかね打者もストレートで空振りを取れてたりとかねするんですよ。でまあもちろんね緩いカーブとかスライダーがあってこそストレートがねまあ余計にねまあ早く感じたり差し込まれたりして生きてきてるってなると思うんですけども、でもなんかね、いい感じにスピンが効いてるのかわからないけど、ストレートもいいなっていう感じになってますよね。去年はまあカーブはね使えるよねっていう感じだったんですけど、彼に関してはねだからカーブだけいいね、っていう感じだったんだけど、まっすぐもねなんか今いいしね、だからそれによって他の球も生きているしっていう感じかな。でまあカーブとかがあるからこそまっすぐも生きているって、まあ相乗効果っていうかね、まあそんな感じかなと思いますけども、まあでも彼は結構ね勝てるんじゃないかなとは思いますけどもね、あとはだから長いシーズン、ずっとローテを守ってね投げられるかどうか、まあ途中で疲れたりとかまあいろいろあると思いますけども、でもね良かったんじゃないかなチーム的にもね、本当変なところを取ってくるならね彼を入れてほしいなって思ってたんでね、まあそうなってよかったなというところなんで、まあ頑張ってもらいたいなというところですね。でまああとピッチャー陣、今日はねちょっとリリーフ、まあ失点が多かったかなっていうのあるので、まあ今日みたいな感じで試合運んじゃうとまあ負けちゃう可能性も出てくるよねっていうところ、だからまあリリーフね毎回毎回無失点に抑えるっていうのは難しいんだけども、でも出てきた人がまあね結構失点しちゃってるのでね、マイ、キハ、テペラって失点してると思うので、まあそこがね、1人だけ失点、ぐらいで抑えておいてくれればねいいなって思うんですけども、まあとりあえずマイがね良くなかったかなって今日はね、出てきていきなり打たれて、でまたその後すぐ次の打者に打たれてっていうところでね、だからまあこれはねキャッチャーの問題もあるのかなってちょっと思いますよね。初球いきなり打たれたよね多分、違うっけ、まあそんな気がしたんですけど、まあだからね、ランナーを背負った場面でも出てきてるんでしょうがないんですけども、まあ、やっぱりそこはね、いきなりこう去ってストライク取るんじゃなくて、まあちょっと考えようよっていうところなんですよね。だもちろんキャッチャーはボール気味に投げろってやってるかもしれないけど、真ん中に行ってるっていうパターンもあるけどね。ただまあ、初球で持ってかれるっていうのはちょっとランナーを背負った状態で出てきたとして、まあ厳しいよね。ランナーがいなくてね、自分が替え頭で行ってんならまだわかるんですけど、でその次ももういきなり打たれてるわけだからね、次の打者に。でそれもまあデトマーズがホームランを打たれたバッターでしたよね、どっちかがね。だからその辺はもうちょっと考えてやった方がいいんじゃないのってまあメジャーリーガーに言うことじゃないけど、まあ実際そう思いましたよね。ちょっとお粗末じゃないのっていうね、まあ、そういうことやってると負けちゃうよねっていうところは思いましたね。でまあキハナは点取られてるけど、まあ別に問題ないかなっていうところで、まあテペラがですね、まあ点取られてたと思うんですけども、前回も言ったんだけど、まあなんか簡単にね打ち取りに行ってるかなっていう印象って前回言ったんですよね。で今日もね、まあ簡単にバットに当てられて、まあ外野に飛ばされたのがヒットになってっていう感じでね、で彼は三振が多く取れるピッチャーのはずなんですよね。まあ投球イニング以上の三振を取ってるので、去年なんかはね。だから、三振が取れてもいいはずなんだけど、今のところまあまだ 2イニングしか投げてないんであれなんですけど、三振がねないというところで、まあ、ちょっとまだ調整不足なのか何なのかっていうところで、その辺だけ心配ですけどもね、バットになんか簡単にコツ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 当てられてるっていう印象なんだよね。まあまだねもうちょい開幕まであるんで、どうにかするかなと。であと、オルテガと、マーテはまあ良かったんじゃないかなというところですね。で次バッター陣ですけど、まあ今日翔平は3の1の、スリーベースか。でまああれホームランいったと思ってね、走ってたら届いてなくてみたいな感じでね、まあその後、走ってサードまで行ったんですけども、なんだろうね、あれセンゼルがなんかよくわかんないけどライトに中継したんですよね、すぐそこの距離なのに。だからまあサードまで行けたっていうのはあると思うんですけども、まあ、完全に行ったようなね、当たりだったと思うんですけどもね、まあ入らなかったというところで、まあ今日はスリーベースで、その後、レンドンのあれで帰ってきたのかな、ツーベースでね。でレンドンの時かな、その時もセンゼルなんかこけてるんですよね。大丈夫かあいつみたいな感じで思いましたけど。で今日は秋山さんもねレッツだったんで、出てきててね、まあ、初回に、デトマーズがいきなりね流し打ちっていう感じで打ったと思うんですけども、秋山さんの時にあのシフト敷いてていいのみたいな思っちゃったんだけどもね、彼は向こうにも打つでしょっていう感じでね、だからまあシフトやめた方がいいんだよねっていう感じでまた思いましたけどもね。でまあレンドンも2安打で、アデシュがいいねっていうことでね、まあアデル、2安打でオルシュはホームランということで、まあアデルがね、ヒットツーベース打って、ツーベースじゃねえか、まあヒット打って、でオルシュがその後ねホームラン打ってというところで、オルシュはあっちによく飛ぶようになりましたね、飛距離的にね。もともとあっち方向に打つのはね、うまかったというか、あっち方向に打つバッターでしたけども、なんかやっぱ体ができてきたのかなっていうところですよね。でまあアデルに関してはなんか雰囲気が出てきてるっていうかね、オーラがあるっていうかね、なんかやりそうな感じがしますのでね、まあアデシュ、もう当チャンネルではねアデシュにしましょう、2人でね。まあかなり期待していいんじゃないかなと思いますね。でまあ、ステファニックかもうね結構打ってるんですよね。ただね、何なんでしょうねステファニック、まあ、だから当初からそのエンゼルス内のねプロスペクトランクでもまあ入ってなかったりとか、やっと今入ったのかな若干。いやなんかその期待値的になんか低いんでしょうね、わかんないけど。でね、その42枠にプロテクトもしなかったし、そのルール5がねある予定ではあった時にね、だから、どうなんですかね。まあ、結構ね打ってるし、まあね、まあでもそう打ってるしって言っちゃうとね、ロハスの方が打ってるじゃんっていう話になっちゃうんだけどもね、その打撃だけ見るとね。だから結局彼がねショートできればよくて、まあショートもやってたんですけどもね、下で。ただ去年はもう6試合ぐらいしか出てないんだよね。でまあショートで育てるとしたらその他にいる、まあいっぱいいるんですよエンゼルス今ショートのねプロスペクトが。だからその辺を育ててショートにするっていう方向性でいってるから、まあ彼はショートじゃなくなってきてるのかなっていうのもあるし、でまあいくらねオープン戦で打ってたとしても、まあ、やっぱりメジャーリーグでシーズンでね出てるわけじゃないので、まあその辺でそのなんて言うんだろう、シーズンとして今誰を入れておくかっていうところで計算した場合に、まあね彼より、まあ、ダフィーとかね、うん、方がまあ経験値もあるしっていうところでね計算するとやっぱり、うん、そっちになっちゃうし、42枠にいてセカンドで使おうっていう感じにはならないんでしょうね、今すぐには。でまあこのあとね、まあ多分42枠すぐに入れないような感じの話もあったので、まあ、トリプルAに行って、まあ今季開幕するとは思うんですけども、ただそこでね、去年とかねみたいな成績を出せれば、まあ、途中で上がってくる場合もあるし、ただそのねそうなるにはやっぱり42枠にまず入らなきゃいけないっていうところで、まあ、誰かよりステファニックのがいいなって思わせないと入れないということなんですよね。だからやっぱり守備とかそのなんかいろいろ含めて守備とのスピードがなんか足りないとかっていう話だったのでね、まあ、その辺をどう補うか、めちゃくちゃ打ちまくればね、まあ、その辺は目つぶるでしょうし、で守備もそんなにめちゃくちゃ下手くそな感じはしないと思うんで、だから何なんですかねスピード、そんな足が遅いのか。でもまあ昨年は6盗塁ぐらいは一応してるんで走れなくはないと思うんですけどもね。だからまあそれがいまいちねなんか GM の期待値が低いのかなっていう感じしますけどもね、うん、まあね期待されてるから方はね結構いるので、まあ、とりあえずねトリプルAで開幕して、活躍して、で今シーズン中にね、まあ、42枠に入って、まあ、どっかで上がってくればいいかなと思いますけどもね、うん、だからその内野とかも熾烈な争いになってますしね、うん、外野もみんな調子いいし、まあ、ピッチャーもね枠がこう限られてきてるしっていうところでね、まあじゃないとねでも勝てないと思うんですよ、そういうチームじゃないとね。だからまあそれはそれでいいことだとは思うんですよ、うん、この人活躍してんのにねメジャー入れないなとかっていう選手がいないとやっぱりそうは熱くなってないし、うん、勝てないと思うのね。だからまあチームとしていい方向にはいってるんじゃないかなと思いますね。で続いてですね、今日っていうかまあ今いつからかねMLB ネットワークっていうののトップ100選手ね100位からこう1位まで発表されてね順繰りに発表されてたんですけど、1日何名か、今日ね大谷さんが1位ということで発表がありまして、まあ素晴らしいで、2位がトラウトかな、うんとなりましてね、まあ良かったっていうかまあ去年のね活躍が反映されるわけなので、まあ当然かなといえば当然なんですけど、まあやっぱりねいろいろな声を見てるとまあなんかやっぱまだトラウトが1位だろうっていうね声もあるし、うんまあ、やっぱりなんか MLB がね大谷さんをご利用ししてるなというね、まあ、やっぱりあれだけ活躍してもまだアンチがいるというかね、うんまあ言いたいことはわかるんですけど、でもその去年のね活躍でこう順位がやっぱ変動していくわけで、まあ、大谷さんは2021年のまあ要は今の時期にこれまたね去年発表されてたと思うんですけどランク外なんですよね確か。なのでまあ、うん、そう考えるとねやっぱり前年の成績っていうのが、うん、結構反映されていく中で、まあそれでもトラウトはまだ2位にいるっていうことですごいと思うんですけども、ただまあ去年ね途中からいなくなっちゃった状態で、まあ、やっぱり1位っていうのもそれもそれでちょっとっていう風にねなっちゃうと思うんですよね、トラウトが1位だった場合ね、うん、だからまあ去年ねその二刀流で活躍して MVP 取った人間が1位っていうのはまあそんなにおかしなことではないかなとは思いますけど、MLB のこのねデビューしてからのっていうとねまだその完全に1位ではないのかもしれないけどトラウトの方がねあれかもしれないけど、去年のものが反映される強く反映されるっていう意味ではまあ大谷翔平が1位で間違いないんじゃないかなとは思いますね。まあでもトラウトはね、すごいけどピッチャーはできないんでね、まあそういうところのね、問題もあると思うんで、二刀流ですからね、誰もできないというところの評価も、まあ、プラスでされてるのかなとは思いますね。まあ素直にね、応援してあげたらいいかなと思うんですけどもね、まだそういう感じの方はいるというところ。そして、まあ、そのデトマーズがですね、先発6人目枠に入ったということで、まあ、ロースターが結構決まりつつあると。で、ピッチャー、先発ピッチャーがショウヘイ、シンダーガード、サンドバル、スアレス、ロレンゼン、デトマーズで6でしょ。で、リリーフが、イグイグ、ブラッドリー、テペラ、マイ、ループ、キハ、ウォーレン、バリア。で、これでまあ、8? ですよね。で6と8、だから、まあ、通常だったら、26人枠なんですよね、メジャーが。で、まあ、ピッチャーが13人ということになるんですけども、大谷翔平は二刀流なので、まあ、先発ピッチャー5と考えれば、ピッチャーが13人までかな、確か。だから14人、大谷さんを含めて14人。まあ、ピッチャー入れられるということなので、今バリアまでで14人なんですね。で、開幕が28ロースターってことらしいんで、5月までね。だからまあそこでプラス誰を入れるかっていうところになってくるんですよ。で、まあ、野手がスタッシーでスーさんでしょ、キャッチャーが。で、ファーストがウォルシュで、セカンドがダフィーと、まあ、ウェイドっていう話が出てますので、まあ、この2人で、まあ、ダフィーが軸でウェイドがバックアップで、サードがレンドンで、ショートがフレッチで、マーシュ、トラウト、アデルということで、あとアプトンですよね。で、今 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 人か。で、11で、まあ、あとだからウォード、ロハス、メイ、まあ、ここから、開幕は2人入るのかなっていうところなんですよね。で、これもまあ難しくてね、まあ、ウォード調子いいんだけど、まあ、アプトンを外野にするとしたら外野の、控えが2人になっちゃうし、まあ、アプトンはファーストの控えっていう考えと DH とあと代打っていう考えもあるけど、まあ、それでどうするのかっていうのと、まあ、あと内野手、セカンド、ショートの、その辺の控えがね、まあ、今これでいっちゃうとウェイドだけになっちゃうっていうところなんで、まあ、ウェイドかウェイドはまあ入るんですけど、メイを入れとくのか、でファーストとかの控えでロハスを入れとくのかとか、まあ、いろいろねありますけども、まあ、やっぱ熾烈になってきてますよね。で、結局28人なので、ピッチャーもまあもう1人増やしたいのであれば、マーテ、オルテガ、ハーゲットから1人とかね増やすと思うので、まあ、ここがねどうなるかというところで、まあ大体ね、そのリリーフも今ここに書いてある人たちは決定だとは思うんですけど、僕の中ではね。いや、ここがまだいじれる、動かせる人はね、まあ変わってくるかもしれないんですけども、まあ、こんな感じかなと思いますね。で、まあ、あとね、今外野手ね、エンゼルスの外野手の、まあ、OPS、アプトンが 1.407 で1位、で、アデルが 1.001 で2位、で、マーシュが9.925 で3位で、ウォードが 1.923 で4位で、トラウトは 1.736 で、まあ、一番トラウトがねオープン戦では低いというところで、まあ、結構なねそのオープン戦だけで見たら、面白いことになってますよね。だからこれだけ、まあ、ウォードも意外とね、まあ、打ってるわけですよね。だからまあどうするんだっていうところですけど、まあ、基本的には、マーシュ、トラウト、アデルにはなると思うんですけども、まあ、オープン戦の数字なんでね。ただまあそれだけみんな今のところ調子がいいというところなのでね、まあ、これも誰が入れるのかとかってね、まあ、そういうところの材料にはなってくると思うんでね、だからそうするとね、まあ、ロハスも結構打ってるわけですからね、まあ、どうなるんだっていうところで、まあ、難しいですね、何を取るのかっていうところで。だから結局バックアップとしての、選出になるのでね、まあ、そうなると、まあ、メインなのかなとかね、なってきますけどもね、まあ、もうすぐねこうそうそう決まると思うんで、誰が入ってるかっていうのはね、まあ、その辺も楽しみつつ、開幕まで、今日が2日なので、あと6日か開幕まで、1週間ぐらいというところになってきましたからね、非常に楽しみだなと思いますね。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のコメントよろしくお願いします。では終わります。